こんにちは、宮沢優です、今日はですね、若手教師が知らない一人で抱え込まないでのもう一つの怖い意味、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。若手の先生、困ったことがあった時にね、先輩の先生なんかに相談して、あるいは管理職の先生に相談して、こんなこと言われたことあるんじゃないですか。大丈夫だよ、一人で抱え込まないでね、大丈夫だから。こんなありがたい言葉言われたことありますよね。すごく嬉しいです。励まされます、勇気づけられます。でもこの言葉って実はもう一個怖い意味があるんですね。今日この動画最後までご視聴いただければ、このもう大丈夫だよ、一人で抱え込まないでのもう一個の意味、よくわかると思います。ただ怖いだけの動画ではありません。多分この意味を、別の意味を知っておくことによって、もう一個教師としての力アップできると思うんですね。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。宮沢優一教育研究所。さあ、早速本題の方やっていきましょう。今日はですね、3つ3本柱でいきましょう。1つ目がまず先ほどの言葉の1つ目の意味、そして2つ目が2つ目の意味で、最後3つ目、ちょっとちょこっとアドバイス、プチアドバイスなんですね。この3つで終わりたいと思います。まず1つ目なんですけれども、先ほどのもう大丈夫だよ、一人で抱え込まないでねの1つ目の意味なんですけれども、まあこれは素直にその言葉の通りですね、教師のメンタルヘルスを心配してくれてるっていうことですね。あなたがうまくいかなかったことがあっても、一人で抱え込むんじゃなくって、大丈夫、チーム、学校だから、みんなで協力してやっていこうっていうことを伝えて支えてくださってるわけですよ。これすごくありがたい言葉ですよね。誰もが分かる言葉通りの意味なんですね。ところが実はもう一個意味があるんですね。2つ目、これは何かっていうとですね、傷口拡大の防止でございます。傷口を広げない意味があるんですね。誰の傷口か、これ困ってる若手先生の心のハートの傷ではないんですね。誰の傷口かっていうと、子どもの傷口からの学校全体の傷を広げていく、この防止、つまり言い換えたら、もうこれ以上傷口広げんといて、だから一人で抱え込むのやめてっていう意味でもあるんですね。具体例を交えて紹介していきましょう。子供から暴言があったとしましょう。先生からしたらショックな出来事ですね。アホとか死ねとか、お前がこの教室から出てけよとかっていうことを言われてしまったとしましょう。この時につい塞ぎ込んでしまいます。一人で抱え込んでしまいます。職員室に戻ってきてもハードため息をついて、下をうつむいてね、職員室で仕事をしてるなんてこともあるかもしれません。この時に抱え込むと何が起きてくるかっていうと、当然その教師自身のメンタルヘルスの低下にもつながるんですけれども、もう一個まずい状況が起きてくるんですね。つまり先ほどの先生への暴言という問題行動が拡散していくっていうことなんです。一人の子供が暴言をしている、これネガティブ発言です。ネガティブ発言の特徴、1個あったの覚えてますか？そう、感染していくんですね。伝染していくっていうことなんです。つまり一人の子供からの暴言を先生が一人で抱え込んでしまう、つまり他の同僚にシェアすることがないということで、暴言を言う子供が1人から2人、2人から3人へと増えていくんですね。つまり学級経営の学級の秩序が不安定になっていきます。さらにどうなっていくのか、不安定になっていくので、子どもたち学校行きたくないと思うような子どもが増えていきます。さらに学力が低下していくということもあるかもしれません。その先に待ってるのは保護者たちからの不信感ですよね。最近あのクラスどうなってる、大丈夫っていうのは学校への不信感になってくるわけですね。そして気づいた時には学校と保護者、家庭が敵対関係になっていってしまっている。こうすると足並み揃いませんからね、学校の教育力の低下にもつながってくるっていうことになるんですね。まさに傷口が広がっていってしまっているっていう状況ですね。誰の傷口が広がっているのか、当然学校のその教師、担任の傷も心の傷も広がってはいるんですけれども、一番はその学級の子どもたちの学ぶ環境が破綻していってる、傷口が広がっている、そして学校の傷口も広がっていってしまっているっていうことになるんですよね。つまり先輩教師が若手教師に一人で抱え込まないでねっていうのは、もちろんその先生を心配している意味でもあるんですけれども、特に管理職の先生や学校全体を見渡しているような先生から出る一人で抱え込まないでねっていう言葉の意味には、ちゃんと報告して、あなたのことももちろん心配なんだけれども、あなたが見ている子どもたち、保護者、そして学校全体の教育力のことを考えると、きちんと報告をしてね、私、僕に教えてねっていう意味で言ってるってことも実はあったりするんですね。そしてこれをほうれん草、報告とか連絡とか相談っていうふうに言ったりするわけですよ。とはいえですね、やっぱり困ったことがあった時に、先輩の先生たち忙しそうだし、なんかちょっと言いづらいんだよなっていうこともあると思います。そこで目次の3番目、プチアドバイスなんですけれども、これ何かっていうと、迷ったら
報告すべし。言おうか言わないか迷ったんだったら報告をすべし。これにも実は2つの意味があるんです。今日ちょっとややこしくてごめんなさいね。1つ目の意味はとってもシンプル。問題行動、解決の可能性が高まるっていうことですよね。自分一人では解決できないもの、他の同僚の先生の経験や知識、知恵などをお借りすることによって解決の確率が高まっていくっていう、これ、まあ、素直な意味ですよね。実はもう1個2つ目の、これもちょっとね、したたかな意味があるんですね。これ何かっていうと、責任の所在が動きます。つまり教室学級で起きている問題行動に対して、それを先輩の教師管理職などに報告することによって、責任の所在があなたから管理職に動くっていうことになるんですね。つまり先ほどの例で言うと、子どもが暴言を先生に吐いたとしましょう。でその暴言が広がっていって、学級がぐちゃぐちゃになって、例えばいじめとか不登校とか、それがエスカレートしていって、もうその言いたくもないような状況に陥っていってしまったとしましょう。これ一体じゃ誰の責任になっていくんだっていう時にですね、これ担任の責任じゃなくなるわけですよ。要するに担任が管理職に報告をしていたんだけれども、例えば管理職が対応措置を怠ったっていうような状況にもなってきたりするんですよね。自分で自分自身の体、そして教師という職業、そして将来設計を守っていくためにもきちんと報告はすべきですね。なぜなら報告をすることによって、あなたが持っていた、一人で抱え込んでいた、あなたが独占していた責任の所在が先輩の先生、管理職に移っていくっていうことにもなるわけなんです。だから恐ろしいのは、一人で抱え込んでしまうことによってトラブルが発展してしまった時に、管理職はメディアの取材とかでこういうわけですよ。教師担任からの連絡は一切ございませんでした、ので周りの同僚はそれを知る術がありませんでした、というような言葉として出てきてしまうんですね。非常にドライなシリアスなものの言い方をすると、尻尾切られてるっていうことですね。はしごを外されてるっていうふうに言ってもいいかもしれません。なのでまとめていくと、言おうか言わないか迷ったような出来事が発生したらですね、言っておいて損はないっていうことですね。いかがだったでしょうか。今日はですね、若手教師が知らない一人で抱え込まないでのもう一つの意味っていう、まあ、ちょっとなんか怖いね怖い動画をやってみましたけれども、でも実はこういうのも処世術だったりするんですよね。大人の世界っていうのは怖いです。言葉の意味そのものの意味もあれば、実はちょっとその裏にね、隠された意味、行間を読んでいく、想像力を働かせていくっていうところがありますんでね、この辺ね、気をつけていきましょう。で最後、ちょっと無駄話っていうかね、余談になるんですけれども、これを利用して、やっぱり先輩教師なんだけれども、あえて報告をさせない、報告をしにくいような状況を作って、え、そうなんですか、私学年主任になったけど全然知りませんでしたっていうような状況をあえて作ろうとしているような、作っているような先生も中にはね、実はいるっていうのを僕はちょっと知ってたりするんですよね。これはもうね、もうどうなの、それはどうなのっていうか、組織としてはあるまじき行為ですよね。いかがだったでしょうか。今日の動画が面白かった、なるほど、そういうものの見方があるんだなっていうふうに思っていただく方がおられたらですね、よければいいね、コメントしていただけたら嬉しいし、今一人で抱え込んでしまいがちな同僚の、あなたの大切な同僚の先生が近くにおられたらですね、ぜひこの動画をシェアしていただけると嬉しいです。ちょっと違ったものの見方ができるんじゃないのかなっていうふうに思います。よろしくお願いします。このように学級経営に関する動画、そして、働き方に関する動画、1日も配信しておりますので、ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録もポチッとよろしくお願いいたします。最後一つお知らせさせてください。じゃあこちらでございます。司会型授業のシンポジウムを開催させていただきたいと思っております。なかなか一斉授業でも伸びない、個別学習の自由進度的な学習をやってるんだけども、あんまりこう成果手応えがない、大丈夫です。第3の手段が実はあるんです。子どもが自分たちで進めていく学習のスタイルっていうのがあるんですね。今少しずつこの日本全国で広がりを見せています。やったことがない、見たことがない、聞いたこともない、想像すらできないっていう方のために、この司会型授業シンポジウム開催させていただきます。この司会型授業を取り入れてもう4年の、もうくろうとベテランの先生からの報告、そして実践してまだ間もない 2,3 ヶ月ぐらいのフレッシュな方の報告、そして宮沢もお話しさせていただきます。今度は司会型授業、新しい授業のヒントが欲しいよっていう方は、ぜひぜひこちらご参加ください。宮沢教育研究所メンバーシップにご登録いただければ、こちら参加チケットご購入いただけます。チケットの金額は1500円になります。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日次の動画、そして司会型授業シンポジウムでお会いしましょう。それではまた明日、さようなら、バイバイ。Can't waste enough.